今回ご紹介するのは、日本がわかるデータブック日本国勢図会2017-18年版です。この本は厳選した最新のデータをもとに、日本の社会経済情勢を表やグラフで分かりやすく解説したデータブックです。人口や労働、農作物、エネルギー、貿易、財政など39の章で構成されています。各章には表やグラフのほか、解説文やトピックスなども掲載し、現在の日本が分かるようになっています。今回は初めて電子版もご用意いたしました。日本国勢図会は今から90年前の1927年に矢野常田によって創刊されました。まだ十分に統計が整備されていなかった当時、統計の普及によって数字で世界の状況を知らせることが必要と考えた矢野常田は、青少年の客観的な判断力を養うことを目的に本書を作りました。初版の序文には、変者がもし教育家であって幾人かの青年を預かったなら、本書に書いたことだけは何かの生徒にでも教えたいと思うことである、本書は行動のない青年塾の一部であると常田の思いが記されています。以降 2,3 年おきに日本国勢図会の刊行は続けられました。しかし戦争による混乱のため1943年を最後に一時刊行が途切れます。再び刊行が始まったのは戦後1948年のことです。この本が1948年版です。これまでの本に比べ薄く、とても小さな本です。当時日本はまだ占領下にありました。出版するのに十分な紙を手に入れることが難しい状況の中で、この本は刊行されました。以来時代の変化に対応し、掲載する統計を増やしていきながら現在まで刊行を続けてまいりました。初版発行から90年の間に日本の社会は大きく変化しました。現代の社会は多くの情報にあふれ、スマートフォンやタブレットなどを使ってそれらの情報をいつでも簡単に知ることができます。現代社会ではデータやグラフなど氾濫する情報の中から状況を読み取る力や、読み取った内容を説明する力が求められています。そうした力を養うために日本国勢図会を役立てていただけましたら幸いです。日本国勢図会の電子版はタブレットやパソコンなどを使ってお使いいただくことができます。タブレットの利用では重くかさばる本を持ち運ぶこともなく、また見やすい大きさに表示を変えることもでき、大変便利です。以上、日本国勢図会2017-18年版の紹介でした。こちらは2017年6月1日から公益財団法人矢野常田記念会より、本体2685円プラス税にて発売されます。なお、世界や長期の統計についてなど、より詳細なデータをお知りになりたい方には、当財団の世界国勢図会やデータで見る県政、数字で見る日本の100年などの本があります。また主に小中学生を対象とした本には、表とグラフで見る日本の姿があります。ありがとうございました。